今日ですね、こちらの方の、スタジオ後期のライブをですね、ちょっと音響的なサポートというか、まあ、こういう、音がちゃんと出ないとですね、なかなかこういうイベントというのは難しいです。で、実は今年の8月にですね、アモリガーフェスティバルというですね、共生の前でイベントがありまして、まあ、そちらの方が、つながると思ったんですけどですね、ちょっと今日こちらの方で、まあ、そういう音響的なサポートをしてくださいというふうに、依頼を受けました。普段は自分たちはですね、まあ、こうしてた、まあ、こういうギターをやって、楽しんでおります。霧島フォークブラという名前の、ギターのグループです。で今日私は山内地区にいると申しますけど、それから一番前の方ですけど、ウルチョロしてる、元々当時、逃げてきました。今日はよろしくお願いします。まあ、最初はですね、まあ、こういうあの音だけのご協力だったんですけど、まあ富井さんのご好意をいただきまして、まあ、ちょっと一曲やったらどうでしょうってですね、もうプロの、バンドの前座ということでですね、少し歌わせていただきます。一曲歌って、あとまた富井さんの方のですね、ギターのサポートをやっていきたいと思います。こちら の, スタジオ歌舞伎さんの方はですね、自分もちょっとまあ、青年会議所に以前入ってまして、こちらの先輩の、会社なんですけどね、まあ、すごいやっぱりなかなかこういうところで演奏する機会って本当ないと思います。写真は撮るかもしれませんね。写真は撮るかもしれませんけど、演奏というのはなんかない。で実際は今日こうやって音を出してみてですね、とても響きのある、自然な、響きのあるですね、とても素晴らしい場所だということが分かりまして、非常に喜んでおります。では、短い時間ですけど、よろしくお願いします。坂本九さんですね、ウェアミカルという曲です。とてもノリがいい曲ですので、皆さん待ってきましたら、よろしくお願いいたします。思い出す春の日、Yeah.
はこれで弾く終わりです。でも、ラックの後はですね、実はバンド演奏が続きますので、その前にですね、トミーさんの方にですね、やります。で、私の方はギターの方をですね、こうすると、サポートしますので、OK です。じゃあ、トミーさん。